伊田武市1月13日から2013年8月20日は日本の実業家。産業食品の創業者で同社社長としてインスタントラーメン商品札幌一番の開発に携わった。公認社長の伊田純一郎は子。前橋市出身。旧西菅野経済専門学校卒業。父の伊田文夫ともに1 9 5三年に富士製麺を設立し、 これが産業食品の創業となる。この富士製麺は1961年に産業食品という会社となる。伊田武氏を実質的な創業者とするサイトもある。札幌で食べた大宮森とのラーメンに注目し、札幌一番という商標のインスタントラーメンの開発に携わり、1966年に札幌一番を売り出す。札幌一番の インスタントラーメンが全国的に広まり売れ渡る。1975年、産業食品株式会社の社長に就任する。1998年、社長の職を辞して相談役に退く。2013年8月20日に、肺炎のため83歳で死去。もう一人のラーメン王と安藤桃福と共に語られることもある。ありがとうございます。